聞いてるんです。2回目はコメント読まないので代表の方にぜひぜひアクトの名前の由来を教えてほしいんです。アクトの名前の由来ですか。進撃のアクトはですね、漢字で遊びかける人と書きまして、とにかくですね、会場を駆けずり回って皆さんと楽しくお遊びができればということと、遊びが欠けてるわけなんで、いつまでも遊びが終わらない、ね、ずっと楽しんでいくっていうチームで、そういう名前になってます。ありがとうございます。皆さん分かりましたか。ではアクトの皆さんに演舞してもらいます。はい、それでは参りましょう。進撃のアクト集合。進撃爆弾エース、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちは栃木県は小山市からやってまいりました進撃組アクトです。よろしくお願いします。はっきり言いますね、私たちよさこい踊りは平たくそです。ごめんなさい。さあ、会場お祭りを盛り上げることはどこのチームにも負けません。頑張ります。今日は皆さんに楽しんでもらえればという愛の理由をしてまいりました。皆さん、日本代表の応援ってご存知ですか。日本チャチャチャ、日本チャチャチャですね。あれを私たちもじりまして、よさこいチャチャチャ。ちょっとお手前着いいですか。練習してみますよ。せーの、よさこい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 。ありがとうございます。ぜひね、曲の最初の方と中音までありますので、いや最後までか、ずっとおりますから一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ踊り子準備しましょう。よろしくお願いします。私たちですね、進撃組アクトは、2023年ですね、新しい曲でこの会場初参加で踊らせていただくんですけど、ね、コロナもあってみんな全然練習できてなかったんで、笑顔ぐらいしか、笑顔と元気ぐらいしか取り柄がないんで、そこをぜひ見てあげてください。踊り子、最後も楽しんでいくよ。3回から応援してます。頑張っていきましょう。それでは参りましょう。進撃組アクトで、もっともっとでファイヤー。バーバー、楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。さあ、行きましょう。